それもそうだ。私は3年生の宇佐川由紀子。よろしくね。それで、君は？久住清志郎くんね。覚えた。家こっちの方なの？こっちは自然多くていいよね。あれ？もしかして転校生だったりするの？なるほどなるほど。それで一人寂しく空を見上げて悲しみに暮れていたんだね。何その棒。転校して初日、きっとそこでくじけてしまい、友達100人できたらいいなが夢に終わり、痛む心を引きずるも心を許せるのはぐにゃぐにゃした棒を切れだけ。安心して、私が君の最初の友達になってあげるから。もう一人ぼっちと思わないでいいんだよ。ん？多分って でもいいんじゃない。もし相手にとって友達じゃなかったとしても、これから友達になればいいんだし。でしょ。
そうそう。ってことで、はい、チーズ。友達になった記念に。はい、もう一枚撮るよ。あ、今度は一緒に撮ろう。その方が寂しくないよ。やっぱり顔が硬い。でも私は相変わらず可愛い。ねえ、どう思う？おかえり。いや、なんか意識どっかに吹っ飛んでたから呼び戻そうと思って。で、そうじゃなくて、これどう思うって聞いたんだけど。でも、だからこそいいっていうか、この驚きの一瞬って感じがいいと思う。これぞまさに確認してからじゃ取れない一瞬ってね。だけど、やっぱ写真って難しいな。